8月は平和と愛の月だと思います。いつにも増してこの8月は平和そして愛を考えたいと思います。サウンドオブララのこのバックで流れているオリジナル楽曲プレシャス、平塚盲学校の高校生ゆりさんとかのさんが作ってくれた楽曲、この曲に乗せながら今日もこのハグの番組で愛を語っていきたいなと思います。ハグザライフ、命を抱きしめよう。2019年8月27日火曜日です。ハグザライフ、自分をも自分の両腕で抱きしめて、そして大切な人とハグをすることを忘れずに、言葉も共に伝えて、感謝の気持ち、愛している気持ち、あなたと出会えてよかったというその思いを言葉で伝え、ハグをしたいと思うのです。広島と長崎の原爆投下、そして終戦記念日、8月は平和について愛について考える月。セミたちも昨日もね、ベランダでじっと鳴いていたので、出てみるともう力尽きて、でももしかしたらもう少し飛び立てるのかなと思いながら持ち上げて、ベランダの隅に移動させました。セミたちの命を考えるたびに、今ここに生きていて、そして出会えた人たちとのつながりを改めてありがたく感じます。今この同じ時代に生きて、そして同じ地域に生きて、つながっていることの幸せです。さあ、その愛を感じるお祭りが8月の最後を締めくくるように、8月31日土曜日に行われます、令和元年ぴっかり夏祭り。この番組をいつも支えてくださる東戸塚地域活動ホーム光のぴっかり夏祭りです。今年もやります盆踊りとチラシには書いてあります。東戸塚地域活動ホームで活動なさっていらっしゃる障害を持つ皆様と、そして地域の方たち、ご家族の方たち、たくさんの方が協力団体として名を連ね、お手伝いをしてくださるぴっかり夏祭りは愛にあふれる空間なんです。我が株式会社 FM 戸塚も応援をさせていただいています。私たちの応援は広報として、この夏祭りを番組の中で発信することです。もちろん
私は当日8月31日土曜日15時から18時30分までですので、フルでお手伝いすることができます。東戸塚地域活動ホーム光の中瀬施設長や斉藤理事長にもそのことをお伝えしました。地域の学校やボランティアグループ、町内会などたくさんの方たちが、例えば盆踊りのその櫓の上で太鼓を叩いたり踊りの指導をしてくださるという、そんなお手伝いや、フランクフルトや焼きそばやかき氷、たこ焼きなど、唐揚げも綿菓子もいろいろ模擬店があるので、それを作ったり焼いたりするお手伝いをしてくださる方、それぞれの形で応援をしてくださって、そんなに広い場所ではない、あの駐車場が夏祭りの舞台となります。そして施設の中も食堂や、ロビーなどをたっぷりと使いましてね、皆様と夏の最後を楽しもうということです。那瀬中学校のシンガーソングライター部の皆様も15時45分からご出演して歌ってくださいます。カホさんのライブは16時30分から、毎年恒例の紙芝居図書くんは17時15分からの舞台です。ぜひ障害を持つ方もそうではない方も、近くの方も遠くの方も、老若男女、夏祭りを楽しみたいものです。戸塚区川上町 4-9 の光です。 JR 東戸塚駅改札を出て西口右へです。駅舎を出て左手突き当たりの階段を降り、このところの2階を見上げていただくと、我が FM 戸塚があるんですけれどもね、スタジオ下のここをモレラパークと言いますが、このモレラパークの先の階段を降り、そして横断歩道を渡ったところが光です。電話番号をお伝えしますね。 045-828-2820 828-2820 東戸塚地域活動ホーム光です。さあ、それではこの8月にぴったりのダライラマ、ダライラマがなんとこの後1曲目にお届けしますが、ザ・フォーク・クルセイダーズに宛ててこんな素敵なメッセージを送っているんです。2002年10月4日ダライラマ、私たちには新しい社会の在り方を見つけ出す義務があります。それは国や地域、あるいは個人の間の争い事を解決するときに、戦争ではなく非暴力こそが全ての人間同士の関係に素晴らしい価値を持つという考えなのです。いたわり、愛、憐れみの心を持つことにより、人間は魂の安らぎにたどり着けます。一人一人が平和を見つけたとき、家族、隣人との間、そしてその国、やがては世界中に平和は訪れるはずなのです。私は芸術や音楽が
人間同士のとても力強いコミュニケーションの方法だといつも信じてきました。それが人間のために良い目的で使われるとき、とても心が励まされます。だから私は音楽を通じて平和と愛をもたらそうとしているザ・フォーク・クルセイダーズの皆さんへ、支持のメッセージと成功への祈りを送りたいのです。ダライ・ラマ。この番組を支えてくださる皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック。不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ。人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画。処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業。東戸塚駅西口徒歩2分セントラルスポーツ脇平安薬局。その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光。以上4社の提供でお送りします。8月27日火曜日、ハグのスタートです。それではダライ・ラマからのメッセージも届いています。ザ・フォーク・クルセイダーズ新結成記念解散音楽会が2002年の11月17日 NHK ホールで開かれました。加藤和彦、北山修、坂崎幸之助、ザ・フォーク・クルセイダーズ、この中から一曲ライブで。花、喜納昌吉作詞作曲のこの歌、実はですね、花がタイトルではあるのですが、カッコ書きで、すべての人の心に花をカッコ閉じとタイトルにあるのです。それではお届けいたします。ザ・フォーク・クルセイダーズのこのアルバムは一夜限りの聖なる瞬間に酔いしれると書かれてあります。加藤和彦、北山修、坂崎幸之助、新結成記念解散音楽会、結成して解散するという一夜限りのこの音楽会、ネーネーズコーラスとあります。ライナーノーツの感謝の最初にはダライ・ラマとあります。それでは8月27日ハグのメインコーナーです。今日は出来たてほやほやの小冊子が届きました。それもたっぷり届けてくださったんです。発行している認定 NPO 法人横浜移動サービス協議会、私もここでのサポーターを引き受けたことがあった。そんなご縁で、実はアクティブエイジ人生100歳時代生涯現役、地域で輝くかっこいい大人たち、2019年6月15日発行改訂版、ここにですね、相浦弥生も取材して、カメラマンの方もスタジオに生放送の時に来てくださって、私のもう一つの番組土曜日のラジオの絆のそのスタジオで写真を撮ってくださってという、その記事が掲載されているのであります。欲しいですという皆様には、ぜひ横浜移動サービス協議会の活動も知っていただきたいと思いますので、お渡ししたいと思います。まずはメッセージ
メールやファックスなどで欲しいですというその希望をお知らせくださいね。さて、アクティブエイジ、この認定 NPO 法人横浜移動サービス協議会会長の岡村さんの生きることの楽しさ、アクティブエイジというライフスタイル、ここから読ませていただきますね。全部で31ページの小冊子、 A4 サイズであります。カラーです。人生100歳時代、いよいよ会社勤めよりその後の人生の方が長い時代がやってきました。この文からも分かりますように、このハグの番組でもお届けすることがとても大切だと思い、今日はご紹介メインコーナーでいたします。定年を迎え、周りをキョロキョロ見回すと、自分の身の処し方に困っている人がいる一方、すいすいと新しい時間を楽しむ人がいます。日本人は本当に不器用ですから、お上が働き方改革なるものをしてくれないと、会社一辺倒の人生から離れられない人が多いこと多いこと、さらに時間ができたとて、その余暇をどう過ごしていいのか持て余している、そんな方々に開いてもらいたい冊子を作りました。アクティブエイジというこの本は、すでに会社人生以外の時間をいかに快適に過ごすかの術を身につけた100歳時代の地域で輝く大人たちを紹介する冊子です。私たちが紹介する大人たちは、いち早く第二の生き方を見つけ一歩を踏み出している人たちです。きっとこの方たちに共感し、こんな風に生きてみたいと思う方も多いのではないでしょうか。ここで紹介する人は、仕事も取り組みも様々ですが、一つだけ共通していることがあります。笑顔がいい、そう、かっこいい生き方の大人たちなのです。表紙に並んだ表情はどれも屈託のない明るさにあふれています。そして正気に満ちています。アクティブであることは人生を謳歌していること。だからこそ彼らは皆一様に素敵な笑顔をしているのです。人生100歳時代だからこそ、自分のための人生を生きてみたいと思いませんか。ほんの少し先輩なアクティブエイジたちのライフスタイルを見て、ほんの少しでも何かを感じ取っていただければ幸いです。横浜移動サービス協議会理事長岡村道夫、岡村会長の写真とともに表紙の裏のページです。さあ、そして皆様のアクティブエイジの紹介がされていますが、タイトルを読んできますね。二人のコンダクター、立ち向かう人、そして相浦流戸塚との関わり方、こんなタイトルで紹介していただきました。相浦弥生です。ライターの方とカメラマンの方が FM 戸塚のスタジオ、土曜日のラジオの絆に来てくださって、そして書いてくださり、写真を撮ってくださいました。さらに東戸塚地域ケアプラザ男の井戸端会議、町の中に活躍の場が、そしてセカンドライフを見つけたとき、さらに地域が幸せになることを支援する、それが私たちの役割です。さらにアクティブエイジが動き出した街、
街で活躍するアクティブエイジのさまざまな活動。こんなことが最初の一歩、街角で目にするほんの小さなことがアクティブエイジへの入り口でした。FM 戸塚のパーソナリティ仲間の片山大蔵さんも人を街をつなぐということでね、掲載されています。アクティブエイジ人生100歳時代生涯現役、どうぞご連絡このハグの番組にくださいね。認定 NPO 法人横浜移動サービス協議会、実は私も出会った時に衝撃を受けました。移動というこの言葉にです。外出は基本的人権という同会の活動趣旨、そうなのです。私たちは移動の先に目的があります。でも障害を持つ方たちはその移動が困難である方たち、そこをサポートしようというのが横浜移動サービス協議会です。いつでも誰でもどこへでもをモットーに、移動に困難なを伴う方々の移動支援を行うとともに、移動の先の楽しみも支えています。サポーター登録をお願いしますというふうに表紙裏に、裏表紙にですね、書かれてあります。自由に移動するということは、人が自分らしく生きること。横浜移動サービス協議会館内のセルテの11階に横浜市民協同オフィス内に事務所があります。電話番号をお伝えします。045-212-2863 212-2863 です。今日はメインコーナー、私も掲載していただきました、アクティブエイジ人生100歳時代生涯現役、岡村理事長のエッセイとともにタイトルをお届けしました。読んでみたいなと思う方、ぜひともハグにご連絡くださいね。それでは第4週目、連続エッセイは秋葉町の山本勇さんから送っていただきました。大地震の防災に対する備え、今日はトイレの問題点についてです。災害時には飲み物、そして食料、医療の確保とともにトイレ、衛生対策が重要です。水や食料はある程度我慢ができたとしても、排泄を我慢することはできません。過去の震災ではトイレに行く回数を減らすために水分を控えたことで慢性的な脱水症状となり、その結果下肢静脈血栓ができやすいことが指摘されました。トイレの重要性について、1、家庭においての問題点。災害時は水洗トイレは使えない。停電、断水、給排水管などの破損で水洗トイレは使えない。排泄は待ったなし。9時間以内にトイレに行きたくなった人は東日本大震災の時に 78% という
調査結果が出ています。排泄は我慢できない。解決策としては、日頃から家族でトイレについて話し合うこと、トイレパック携帯トイレの対応を検討し、できれば5日分程度の数を準備する。一人当たり1日に大小計5回、例えば夫婦で2名、2名かける5回かける5日間50パック。山本さんは参考資料として、このトイレパックも写真で資料として寄せてくださいました。例えば緊急戦隊トイレマン50というのがあります。トイレマンと名前をつけ、そこに緊急戦隊とね、戦隊ものから取りまして、こんな風につけた商品があるんですね。私もインターネットで調べましたけども、アマゾンでも販売していました。例えば一人暮らしの高齢者の希望者に購入をしていただいた製品が、この緊急戦隊トイレマン50です。50回分が入っているということでね、先ほどの例、2人暮らしの場合5日間で50パック必要になるということです。段ボールに入っています。トイレマン非常用簡易トイレ、凝固剤、汚物袋付き、50回分、日本製、10年保存が効きます。価格3240円。なるほど。積み重ねできる段ボール梱包なので、大量備蓄にも最適。非常用災害備蓄としてはもちろん、アウトドア登山用としても大人気の簡易トイレですということなんですね。トイレパック、トイレマンのことをご紹介しました。2、避難所におけるトイレの問題点。トイレに関する課題は、家庭で避難している人たちよりさらにひどいのは、避難所に避難している人たちです。数の問題だけではなく、洋式トイレの増設や手すりなどの設置の必要性が強く指摘されています。お年寄りの方や、そして体の不自由な方ということです。阪神淡路大震災では、公園や校庭に穴を掘ってトイレの代用を図った。また新潟中越地震では、発災の5日後までに仮設トイレが延べ848基、使い捨てトイレが約20万個供給された。避難所の不満として、トイレが遠い、使いにくいという指摘が多く、特に高齢者はトイレの回数を減らそうと水分摂取を控えるために、脱水症状や病気を悪化させるケースもあった。避難所に設置される仮設トイレは屋外に設置されがちであるが、高齢者への配慮から屋内に目隠し用テント付きポータブルトイレを6台設置することが望まれる。今日はトイレの問題点についてお届けいたしました。来月は食料について、ローリングストックというこの方法について山本勇さんからお仲間にも力を貸していただいて、エッセイを送りますよと来月分の予告いただいています。山本さん、ありがとうございます。それではここからは
戸塚区薬剤師会インフォメーションです。戸塚区薬剤師会総務長を務めておりますさくらんぼ薬局の佐久間と申します。よろしくお願いします。私が受け持っている仕事の一つとして戸塚おむすび広場の担当をさせていただいてますので、こちらの活動をご紹介させていただきたいと思います。戸塚区薬剤師会では一つブースを出させていただきまして、ここ数年はですね血管年齢測定をメインに、あとちょっと空いてる時なんかは脳年齢測定ですね、こちらを行いながら、かかりつけ薬剤師の活動をですね皆様にアピールさせていただいている次第でございます。測定のですねブースに関してはかなり皆様いつも行列を作っていただきまして誠にありがとうございます。脳年齢測定は残念ながらちょっと混んでる時にはできませんけれども、血管年齢測定は割と短い時間で測定できますので、皆様ぜひですねまた当日はいらしていただければと思います。さてかかりつけ薬剤師、私以外の先生にもいろいろとお話しされているかと思いますが、特にさくらんぼ薬局でどのような活動をしているかということでお話しさせていただきたいと思います。さくらんぼ薬局ではご高齢の方がですねかなりいらっしゃいまして、長くごひいきにいらっしゃっていただく患者様が多いです。ですので、昔からですね様子を伺いながらですね昔からの知り合いのように接していただいたり、こちらからもですね接させていただいたりしてるんですけれども、何年か経ってきますと皆様ですねやはり昔と違って少しこう自信がなくなってくるようなね場面がちらほら見受けられるようになってきております。特にこう薬をちょっと飲み忘れてしまうですとか、これ何の薬だっけといったですねところの確認等にちょっと不安が出てきている患者さんちらほら見かけることが多くなってきております。そこでちょっとさくらんぼ薬局では、そういった患者さんにですね少しでも患者さん本人で納得していただきながら薬をきちんとですね飲んでいただきたいという工夫を凝らしながらですね、またいつまでもですね当薬局にいらしていただけるような工夫をしながらお付き合いさせていただくという活動をしております。具体的に何をやってるかと言いますと、お薬ですね、今シートでバラバラでお渡ししているものを、1回分ずつパックしてお渡ししたり、あとはそこにですね日付を入れてみたり、そうしますと患者様もいつ飲んだかちょっといつ飲み忘れちゃったか等といったですねことが割と分かりやすくなったりする。さらに患者さんによってはこちらの方でですね次回の診察日の予定日の近くにですねこちらからお電話をかけさせて受診を促すといったこともさせていただいております。患者さんをうまくフォローしていきたいなと今後も考えております。かかりつけ薬剤師からですね在宅へまた仕事が移ることもございます。患者さんがもう来局されるのも困難になってきた場合はですねそちらの患者さんのお宅まで訪問して指導をするということも仕事としてさせていただいております。かかりつけ薬剤師というのはそこの、訪問までのうまくですね患者さんと薬をつなぐ役割というのもあるのかなと思って私たちは考えながら日々患者さんにですね接しさせていただいています。今後もですね社会の方は超高齢化社会と言われますし、このような場面がですねおそらくは増えてくると思われるんですけれども、私たちは今まで通りですね患者さん一人一人に手を差し伸べてこれからも接していきたいなと考えております。さくらんぼ薬局が属する一般社団法人メディホープ神奈川は、神奈川県全域で薬局、高齢者向け住宅、居宅介護支援事業所など19の事業所を展開しています。患者さんや地域の方々の命と健康を
サポートするための医療をこれからも実践していきます。さくらんぼ薬局は戸塚区のハローワークのある日立入り口の十字路、さらに旧1号線大阪下へ向かっていく途中の左側、戸塚診療所の横にございます。お近くの方はぜひご利用ください。さくらんぼ薬局の佐久間でございました。ありがとうございました。さて、戸塚区薬剤師会からのお知らせです。9月は日区東戸塚薬局の吉川先生のご登場です。災害部会のお話をしていただくことになっています。そして9月2日月曜日、横浜市からの指示を受け、訓練として開局中の薬局は患者様の対応ができますという黄色い旗、イエローフラッグを掲げます。どうぞ皆様お近くの薬局で確認をしてみてください。訓練としてイエローフラッグを確認しておくこと、大切だと思います。それではお便りコーナーです。まずは久しぶりに秘密の赤ちゃんからいただきました。弥生さん、今日は少し楽になった気がする気温ですねと。そして黒ゆり、先週お届けしましたけれどもね、黒ゆり、北海道のお花ですよね。少しよろしくない香りがある花、うん、でも見た目神秘的だったな。父さんたちと根室に行った時、ガイドさんに見せてもらったことを思い出しました。秘密のアッコちゃんよりといただきました。北海道の共通の話題が秘密のアッコちゃんとできるのは嬉しいなと思っています。さあ、そして次はるんちゃんから。まずは残暑お見舞い申し上げますといただいています。東戸塚地域活動ホーム光の絵はがきで。8月のお盆も過ぎ、暦の上では少しずつ秋になろうとしているようですが、暑い日が続いていますね。弥生さんは何を食べてこの暑さ乗り切っていますか？私はこの夏も手作りのらっきょうと梅ジュースで頑張っています。ラジオ応援してますといただきました。るんちゃんからです。私はですね、この夏は、暑さを友達とすることにしたという話はしたと思います。去年もそうだったんですが、そう考えていくとね、もうすぐこの友達暑さくんは引っ越してしまう、転校してしまうようで寂しくなってしまう、そのぐらいに友達になるといいですよ皆様またね、来年やってくる、また転校してくる暑さくんともうすぐお別れねって、そんな思いで暑さを対するものとしてではなくね、友として受け入れるとね、過ごしやすいです。で、バテてはいないんですが、やはり体がですね、年を取るに従ってきっと欲してくるのでしょうかね、お肉が食べたかったですね。ある時は突然ですね、とんかつ屋さんにそれもね、戸塚おいしいものブランドのとんかつ屋さん、田中とんかつ屋さんにお邪魔して、またそこでの出会いも楽しかったので、いつかまたお話を聞いてくださいね。お肉です。ステーキも食べたくなっちゃっています。るんちゃん、ありがとうございます。そしてもう一つ、巻物のようなおはがき、便箋でいただきました。金魚です。涼しげであります。くるくると、その一部を今日ご紹介しますね。くるくると巻いたあの便箋、31日の光の夏祭り、はい、
その前に光のスタッフの方と作品のことでお会いすることになりましたということで、そうですか、るんちゃん in 光でるんちゃんの作品をまた見ることができたり、光の利用者さんにるんちゃんの技を伝えたりができるのはすごく素晴らしいと思います。弥生さん、光さんに会わせてくれて感謝しますといただいています。はい、時折ラジオから我が家の風鈴の音、そうですね、るんちゃんから貸していただいた風鈴をチリンチリンと鳴らしたものを皆様に涼を取っていただくために聞いていただきましたが、次はポラリス美智子さんの宝石の音も楽しみです。そうですね、ポラリス美智子ちゃん、よろしくお願いします。宝石キュッキュッキュの音です。私の母も上手でしたよとるんちゃん。弥生さん、長崎のビードロ知ってますか？あ、見たことはちゃんとはないです。ガラスでできていて吹くとペッコンポッコン音の出るビードロ、高校生の時に長崎に修学旅行に行った時、友達はみんなカステラ買ってたけど、私はビードロ買って今でも大切にしています。今度弥生さん音聞いてもらいたいです。お願いします、収録したいです。るんちゃんの長いお手紙、後半は来週お届けいたします。皆様からのお手紙ありがとうございます。そしてブルージーからも9月のイベントのお知らせが届いています。神谷部町1436-1にありますブルージーアンティークカフェブルージー、2月ではなくて9月の2日月曜日、人生会議が12時から15時までの予定で開かれます。事例から学ぶ相続にしない相続、争いにしない相続、介護から終末期までを考えてみませんか。食事込み800円、食事なし500円と、9月もいろんなイベントをブルージー考えていらっしゃるようで、また改めてご紹介していきます。まずは9月の2日月曜日、いかがでしょうか。お電話番号 045-719-5227、719-5227、カフェブルージーまでお問い合わせください。お便りコーナー、皆さんありがとうございます。それでは8月最後の火曜日、8月は平和と愛の月です。もう一曲、ザ・フォーク・クルセイダーズ、一夜限りのライブ、2002年の NHK ホールのライブバージョン、戦争を知らない子どもたち、作詞北山修、作曲杉田二郎です。サウンドブララのプレシャス、オープニングとエンディングでオリジナルでお届けしているこの曲、この曲も愛と平和のスキャット、アイリッシュハープの音の響きだなぁとつくづくと感じました。愛に包まれながらお別れの時間です。この番組を支えてくださる皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ脇平安薬局、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上4社の提供でお送りしました。次は9月です。お元気で、あゆらやよいでした。さようなら。